ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。本日は午後からですね、だいぶお待たせをいたしました、高崎のお客様のですねストーブメンテナンスにお邪魔をしてまいりました。使用されているストーブは西海産業製福祉屋タイプ RS4、 今年で5シーズン目になるお客様です。普段からの手入れが非常によくできているお客様で、メンテナンスといってもですねお客様の手の届かない部分を中心にやらせていただくということで、ありました。そしてその後ですね、急遽ストーブにエラーが出たということで、エディルカミン社のキッカーですね、エラー確認に、緑島で行ってまいりました。確認をしている間ですね、エラーが一度も出ずにですねお客様とお話をして、様子を見ていただくということで戻ってくるというような状況でありましたけども、事なきを得たなというふうに思っております。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての電気を使わない無電ペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬までお問い合わせください。